ジョン・ドナルド・フィードラーは、アメリカ合衆国の俳優、声優。12人の怒れる男での臆病な陪審員に、番役、熊のプーさんシリーズでのピグレット役、ボブ・ニューハート賞での臆病な患者、ペターソン役の3つで知られる。ウィスコンシン州、プラットビルに生まれた。父は、ビール売りのドナルド・フィードラー。母は、マーガレット・フェラン。5歳の時同州ショアウッドに転居し、1943年にショアウッド高校を卒業。アメリカ海軍に入り、第二次世界大戦終結まで従軍した。兵役が解かれると、ニューヨークで俳優をはじめ、ラジオコメディザ・アルドリッジ・ファミリーに、ホーマー・ブラウン役で出演。当時まだ創世期だったテレビにおいても、トム・コーベット、スペース・カデットのキャデット・アルフィー・ヒギンズ役で人気を博した。1957年公開の映画、12人の怒れる男に、陪審員に番役で出演。紳士や臆病な役が多いが、テレビドラマ、宇宙大作戦の惑星アルギリスの殺人鬼では、管理責任者役で切り裂きジャックさながらの気迫を見せた。ア・レイズ・イン・ザ・サンでは、リンドナー住宅委員長役で1961年の映画版、1988年のテレビドラマ版、共に出演。おかしな二人では、ポーカー選手のビニー役を演じた。その他、勇気ある追跡、キャノンボール、我が町ハーパーバレーは、大騒ぎなどの映画や、奥様は魔女、それいけ、スマート、ロックフォードの事件メモ、ザ・ゴールデンガールズ、チアーズなどのテレビドラマに出演。事件記者コルチャックでは、死体安置所職員のゴーディ・スパングラー役で定期的に出演。テレビドラマ、ボブ・ニューハート賞では、主人公、ボブのかかりつけ、患者ペターソン役、トワイライトゾーンのエピソード47では、ダンディ役でゲスト出演した。ビアンカの大冒険、キツネと、猟犬、ロビンフッド、ラマになった、王様、熊のプーさん完全保存版、ティガームービープーさんの贈り物、熊のプーさん完全保存版2ピグレットムービー、熊のプーさんザムービー、はじめまして、ランピー、などのディズニーアニメにも声を当てた。2005年公開のディズニー映画、ラマになった、王様にクロンクのノリノリ大作戦が、最後の出演作となった。2005年6月25日に、癌のため、ニュージャージー州、アングルウッドで死去。80歳であった。晩年は、俳優基金によって建てられた引退したエンターテイナーのためのリリアン・ブース俳優の家に入所していた。フィードラーの死去に伴い、ピグレット役にはトラビス・オーツが当てられた。生涯独身を貫いたが、二人の兄弟がいて多くの名刀医がいた。その一人、ジェームズは元ウィスコンシン州判事で、彼の息子のジョンも同じくウィスコンシン州判事を務めている。ありがとうございます。